ジュール・シャルル・アビア、1844年6月26日から1931年1月23日は、フランスの画家である、オーブ県のブリエンヌイコールルイコール・シャトーで生まれた。1854年に、父親が亡くなった後、母親は、鉄道会社の監督と再婚した。義理の父親の弟、オーギュストル・アビアは、風景画家、写真家で、ジュール・シャルル・アビアは、 ギリの王子の影響を受けて画家を目指し、ギリの父の姓を画家としての名前として名乗った。1867年から1870年の間、ローマに滞在し、在ローマフランスアカデミーの校長として、ローマにいた画家のエルネストエベールと知り合い、アドバイスを受けた。フランスに戻った後、 彫刻家のラフランスや画家のカロリウス・デュランやレオン・ゴナの学生となった。アビオはピエール・ピュビス・ド・シャバンヌと共に彼らとパリの建物の装飾画を描いた。1875年にキューバ出身のパリの精神科医の娘と結婚し、その後5人の子供を設けた。風景が風俗画も描いたが、人物が肖像画を得意としてファッショナブルな女性の人物画を描いて、 その分野で、レオン・ボナ、アンリ・ジェルベクス、フランソワ・フラマン、モーリス・シャワといった画家と競い合った。1905年に、アメリカ合衆国のケンタッキー州、ルイビルの実業家夫妻が、パリの展覧会を訪れ、家族の肖像画を描く画家として、アビアを選び、アメリカ合衆国へ招いた。1905年12月から4ヶ月ほど、ルイビルに滞在し何枚かの肖像画を描き、 その後、アメリカ各地を旅して1907年にフランスに戻った。晩年はドルドーニュのペリグーに引退し、ペリグーで亡くなった。ありがとうございます。